皆さんこんにちは。 M システム技研金沢オフィスの木村です。今回は当社平井機 M レスターシリーズ専用の M レスターチェッカーのご紹介をします。チャンネル登録高評価をポチッとしてあげれば元気が出ます。 M レスターチェッカーとは当社平井機 M レスター専用の性能確認をするための装置です。顕著な保護効果を示す当社平井機 M レスターも度重なるライサージの襲来と使用の限界を超えたライサージにより内部素子の熱源低下を生じることがあります。年に一度の定期点検と、または雷を去った後に使用中の M レスターが十分な性能を維持しているかどうか、すでに交換時期に来ているのか、この M レスターチェッカーで確認することができます。それでは実際の M レスターチェッカーを見てみましょう。まず外観はこのような形をしております。現場での使用を考えて、機器本体は単二電池8オン、電源なしで動くようになっています。スイッチは全部で4つあります。スイッチ1は電圧制限素子に引火する検査電圧レンジの切り替えをします。検査の引火電圧レンジはご覧の5つに分かれております。フルスケールが A15V、B60V、C100V、D20V、E200V となります。 ABC は2000タイプ、D と E は3000タイプの平井機に使用します。スイッチには2000タイプの平井機用として検査電圧の調整と電圧引火および電流測定を行います。1は電圧素子側への引火電圧を調整、2で1を引火するとともに漏れ電流を測定します。3は放電素子側への引火電圧を調整、各端子間の確認のため4、5、6と切り替えて引火し漏れ電流を測定します。スイッチ3は3線タイプの平井機用として検査電圧の調整と電圧引火および電流測定を行います。今回は2000タイプの測定をしますので使用しません。スイッチ4は極性反転用スイッチです。検査電圧がマイナスの時、スイッチをマイナス側にしてチェックします。こちらは電圧調整用のボリュームになります。各平井機の使用にある電圧値にボリュームを動かして設定します。表示の通り各型式には検査電圧値と許容漏れ電流値があります。この値を基準にしてチェックします。こちらは指示計です。アナログ表示器として検査用電圧の設定を行う電圧計、漏れ電流を見るための電流計として使用します。検査対象の平井機をセットするためのソケットになります。代表型式 MDP用、 MD、MFC 用2種類のソケットを搭載しております。表示型式のみ測定が可能です。今回使用するのは当社 M レスターシリーズを代表する信号用平井機 MDP24-1 を使用して測定します。 MDP24-1 はご覧の仕様になりますので各スイッチを合わせました。ここからが実際の測定になります。まずは電圧制限素子側の確認です。電圧を引火し許容の漏れ電流値5マイクロアンペ以下になっているか確認します。スイッチ1を B に合わせましたのでフルスケール 60V となっております。表記は 600V ですが 60V に読み替えて電圧調整ボリュームで 30V 半分に設定します。そしてスイッチ2を2に合わせ引火し漏れ電流を確認します。5マイクロアンペ以下なら合格です。放電の確認をします。スイッチ2を1に合わせ電圧調整ボリュームで 40V に合わせます。使用では 30V 以上で放電するため 40V と設定しています。先
先ほどと同じ表記は 600V ですが、フルスケールは 60V になっていますので、読み替え 40V に設定します。次にスイッチ2を2に合わせ引火し、メーターが振り切れることを確認します。これにより 30V 以上で放電することが分かり、電圧制限素子の性能に問題がないことが分かりました。次に放電素子の確認です。先ほどと同じく電圧を引火し、許容の漏れ電流値5マイクロアンペ以下になっているか確認します。スイッチ2を3に合わせ、ボリュームで 140V に合わせます。フルスケール 600V に対して 140V に設定します。スイッチ2を4、5、6と切り替え引火し、漏れ電流を確認します。5マイクロアンペ以下なら合格です。放電の確認をします。スイッチ2を3に合わせ、ボリュームを 500V に合わせます。同じくフルスケール 600V に対して 500V に設定します。500V にするのは、放電素子自体の性能にばらつきがあるため、考慮した電圧値としています。スイッチ2を4、5、6と切り替え引火し、メーターが振り切れることを確認します。これにより 140V 以上で放電することが分かり、電圧制限素子、放電素子、両方の状態は使用書通り、性能に問題がないことが分かりました。いかがでしたでしょうか。避雷器には寿命があります。せっかく設置した避雷器も経年劣化していれば意味がありません。素子の性能状態を知り、適切なタイミングで交換する必要があります。現在、M システム技研では、避雷器本体に寿命表示機能を搭載した M レスターシリーズを多数販売しておりますので、ぜひご検討ください。また、すでに避雷器の効果が体験できるデモンストレーションキットの紹介動画がありますので、こちらをご覧いただければより理解いただけると思います。製品に関するお問い合わせは、当社営業担当、もしくはカスタマーセンターにお気軽にお問い合わせください。次週の動画は、リモート IO R8 シリーズのご紹介です。ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。